はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースはですねトロールコースを作る天才、このアメリカ人のキングブリングっていう方なんですけど、以前も言った通りですねトロールコースを作る天才らしいんですよ。それじゃあですね今日もこの方が作ったトロールコース遊んでいきますか。クリア率は 1.08% ね、意外と難しいね。フィッティング101なんとかかんたら、この方が作るトロールコースであればきっと早すぎ早すぎ。これ上だね。いや上っていうことは分かった。多分速攻これジャンプして左に行け。あっこんな感じでいいでしょ。でこれはうわなんか上行けそう。ちょっと上ジャンプするね。ダメくせえダメくせえってかダメだね。じゃあこれ雲の方はどっちもダメやん。じゃあ無視していきます。無視して右に行きます。右に行ってこのリフト乗ってハテナブロック叩きます。多分これで子倒せるみたいな。あれ？あ違うの？あら？じゃあ上に行くしか。なるほどリンク取ってこいってことね。ここ走ってってジャンプしよう。ダメんだよキノコが出てくるのか。オッケーでここの辺にいるみたいな。オッケーで右に行けるみたいな。いやいやいやここだけでもう巧妙な作りです。ジャンプだジャンプ。じゃあこのドア入ってすぐ右すぐ右ってジャンプ。違うキラー襲ってくるから多分ここ待っとけみたいな。オッケーオッケー丸丸よろしくお願いします。これね右に行こっか。右に行きますね。でも一旦左に行きます。こっちが正解ムカつくなあの顔。右に行くね。こっからジャンプ。これでしょ。あ待って丸々乗っていいの。あ乗っていいんじゃん。あこれこのブロック何おとりみたいな感じ。うわーこれはここブロック開く。ここ開くパターンほらちげえ全然ちげえ。とりあえずここ入りますね。多分これが正解。なんだあいつ。この土管入ってすぐ左。オッケー。うっとここ叩かないけんパターンね。で上よし来た。でうーわどうしよう。これとりあえずこっち行く。逃げろ。オッケー危ねえ。いや逃げよう逃げよう。オッケーこれなの？これは？待って危ねえやったこれは引っかからなかったんじゃないんですかね。でこれは P を叩いて下。おっけ危ねえ。今下穴開いてたよね。ジャンプ入ったらね多分何もしないでいいと思うんですよ。でちっちゃくなっての左これでいいでしょ。オッケー中間ちょっとくっそあいついつも邪魔してくんだよな。黒い花速攻左って中間取るで。中間取りますすぐ左。オッケーでやられていい。多分これでやられていいっしょ。いいね1回目の中間取れました。あぶねこれでこのドアでいいよね。そしてこれはなんだあいつ。いや倒しました。私試合に勝ってなんかに勝ったみたいな、そんな言い方あるよね。そんな感じ気持ちは。でこれで右に行ける。そしてこれはね叩いて右に逃げます。でここでこうおっしゃなんだあいつも金魚ほんとすごいね。やっぱこの魂コース作る天才っていうのかな。いやうますぎ、ほんとうますぎ。でここでジャンプしてあいつね引っかかったの。でこれはあれだね、この辺でこギリギリでジャンプして左。いやいけるよ。はいここでブラパ出るとか思わんやんね。思わんよね絶対思わん。でここ下行きます。下行ってこれブラパを多分バネが出てくると思うんですよね。
このあれこのバネが出てくる。あれ、あ、まあ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 、これでこれ正解なんじゃない。もうあいつ嫌いこの黒い花、もうこの黒い花嫌い。まあブラパっていうのは知ってるんですよ。ブラパって言いにくくない？なんか新しい名前つけたいんだけど。黒い花でしょ、黒黒黒国家なんだ国家ってじゃあこれ下、あれあれ、なるほどね、待てってことね。それじゃあここ待と、待って、この鉄球が来てすぐ右、オッケー。でドカン、なんかピンクコインあんの。あ、うわうわ、ビビった今待って、ピンクコインあんのか。これピンクコインをなんか5つあるんですよね。うわ全然気づかなかった。てか1個目まずいつ取ったって話なんですけどね。あ、普通にここであったね、ピンクコイン。これ取っていきます。まあこれ取っていきますってか、取るしかないんですけど、これは何もしないで、これ合ってる、これで合ってる、合ってる合ってる合ってる、おおよかった。今絶対遅刻と閉じ込められたと思った。でこれは下入ります。入れん入れんね。あ、これなんか下ちくわブロック見れるね。だからすぐ右に行きます。多分これで合ってる。あ、早く行こう早く行こう早く。あ、違う、あ、ち、ここはちょっと何もしないでファイヤーボール取っておこう。でファイヤーボール取ったらダメじゃねえか右に行ってすぐの土管入るね。オッケー、多分これでいいと思うんですよね。そしてこれすぐ左だね、左わかりましたよ。でこれも取るしかない。取って上に行きます。あら、あら、あれ、あ、これどうすんの。うわ待って、マジわかんねえ。どうかしてどうか行くはずだよねこれあの顔がすげえムカつくいやこれね、わかったよ、これマジわかった。これ一回これ当たっておいて、そしてねこんな感じで足場作ってこっちに行くみたいな。おお、よくわかったねよくわかった、自分を褒めたいもう上に来たから一旦ジャンプしてこう、よし来た。でこのまま当たってオンオフしたらどうなる、オンオフしたらどうなる、こいつ来るでしょ、こいつ来るのは分かってる。でここジャンプ、そうなると思った絶対そうなると思った。待って、ここマジで分かんないね。ここちょっと考えていい、まあ、いや一回オンオフしよう、オンオフしての、あー、あぶねー、よし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 、あははははは、一旦すぐこう行ってジャンプ、でもう一回で待つ、待ってからのジャンプでドカン、やったやった、中間ポイントそろそろねくれてもいいんじゃないか制作者よ。これどっち行く、上がフィッシュ魚って書いてるね、多分違う、これ下がチェックポイントだ、多分こっちで合ってると思います。なんだよチェックポイント2って書いてるじゃん。あ、いや合ってる、合ってた合ってた合ってた。いや行けたらいけたでいいんだけど、あの上のフィッシュがめっちゃ気になるな、なんか死に耐久みたいな。ちょっと待って、これはあれ、ははは、乗ってすぐジャンプだね。はい、マジわかんねえ、あ、下降りれみたいな。あー多分これでよかったね。ララバイララバイ、青ブロックよララバイ。そしてここで木だ、キノコいるよねこれね、絶対このキノコ手に入れてオンオフでしょう。これね、叩いた瞬間キノコ取ります、左に逃げる、あ、右、オッケーオッケーオッケー。でここでオンオフすると思うんだよね、オンオフして、おっ、か、鍵この鍵手に入れた瞬間上入ります。あ、待って、左に出る、これ右だ、右え、なにこのコース、だってここね、ハテナブロックないじゃん。でもこのドア入った瞬間あるんですよ、多分別の場所に行くんだろうね。そしてすぐ上、多分これで合ってる。で、あ、待って、怖い怖い、これ上、こっちに逃げる、逃げれん。じゃあこれはここ、オッケーこの上のコインは多分意味ないもんね、結局行ったところでなんですよ。でこれは左側な
くせえな、なんか。いや、でも、左行ってみよっか。何ボンって。地味だって。じゃあ、これ普通に上だね。上行って、声の通り降ります。うわ、これなんか怖いね。先に行っておこう。そして、うわ、これどっち？右！お、なんか右で正解っぽい。で、このまま右にジャンプします。ここジャンプして、すぐ左。ここに逃げる。で、これどっち？これ、普通に右に入ろっか。なんか罠臭いね。オンオフブロック。罠だと思います。なんで、ここで。オッケー！うわっは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 ！悔しい！もうちょっとスマートにね、やっぱ気持ちは行きたいんですけど。いや、結構マジでやってるからね。多分これやってるみんなも、意外とね、僕と同じこと考えると思うんですよ。マジ引っかかるよ。この人のコース。うわ、こういうコースがね、一番、なんていうのかな、こういうのが一番あれだよね、悩むよね。これ多分ね、火が出るんだよね。ここに火が出てくる。やっぱり、オッケー終わった。絶対終わった。あ、でもなんかヒット。キーです。いや、わかってるって。あ、いや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 、やられていいやん。ほら、今度下に行ける。で、ジャスト、ゴー、トゥ、ザ、キー、ドア。まあ、なんかよくわかんないんですけど、とりあえずなんか、こっちで合ってるみたいな感じでしょ。オッケーオッケー、これはアンティタイム。アンティってなんだろう、アンチタイム、アンチタイムみたいな。うわっはははは、嘘でしょ、ここで死に耐久。いや、マジかよ。もう早くやってくれ。もういつも思うんですよ、この間もう喋り続けなきゃいけないんですよ僕。いや、いつも喋らんパターンもあるよ。喋らんパターンもあるんですけど、なんかやっぱ喋った方が面白いじゃんね。あ、それじゃあね、ここなんだけどさ、これさっき右行ったらさ、なんかやられたんで、これ一回ファイヤー取りますね。え？ファイヤー取ってもダメなの？あ、じゃあどうすればいいんだろう。ファイヤー取ってもダメでしょ？あの鍵取ってもダメでしょ？じゃあどうすりゃいいの？思わない？あ、待って、ミスった。あら？は？わ、これでいいんだ。うわ、両方取ったらダメみたいな感じね。うわ、そろそろね、チェックポイント欲しいな。チェックポイント3。これどうしよう。一回、このボム兵蹴って、ジャンプして、左に逃げます。多分これで合ってる。そう来た。そう来ましたか。じゃあどうやってやられればいいんだい、私は。左か、こっち行ってやらればいいのか。わかりました。早くやってください。もうそんなこといいから、早くやってくれ。もう、どういう風にやられるんだ。あ、なるほど、鉄球が来るみたい。あら、あれ、あ、わかったわかった。これは鉄球を左に行かす。めんどくせえこれ。相当めんどくせえ。なにこの、なんかこうセルフサービス。うわ、いけいけ、オッケー。これでやっと行けます。ここはボム兵を蹴っておいて、すぐこっち、これ、ここに行って、多分これでもうゴールできたと思うんですよね。ボム兵来るんでしょ、降ってくるよね。来た。やったっす。お、びっくりした今。左下めっちゃびっくりしたな。いや、今日もね、私、天才に勝つことができました。どうもありがとうございます。相当やられたけどね。この動画が良ければ、グッドボタン。そして、ヒヨキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。